おい、貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。段階に移らなきゃいけない。立体起動装置は壊れてねえな。女型の巨人を引きつけるぞ。あいつを捕らえる最後のチャンスだ。急いでくれ。よし、立体起動で女型の巨人に接近しよう。ボサッとしてんじゃねえ。行くぞ。メガタの巨人め、逃がすものか。絶対にここでとっ捕まえてやる。高速を振りほどきやった。逃がさない、絶対に。女型の巨人が壁に近づいてるぞ。絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく。今度こそ仕留める。早く女型の巨人の背後を取るんだ。一気に仕留めちまうぞ。成功だ。みんな攻めかかれ。罠にかかった。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける。必ず。まだあんなに体力が残ってやがるのか。畜生、どうしろってんだよ。けど女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。あいつのせいで俺たちの仲間がたくさん死んじまったんだよな。今だ。今だ。一斉にしろ。
ここに一冊の日誌がある。ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが、記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも、今となってはそれを知る術は残されていない。故にここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしよう。この日誌を通して紐解いていくのは、名もなき一人の兵士の戦いの記録である。今から100年以上前、この世界に巨人が現れた。巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、マリア、ローゼ、シーナを築き、安全な活動領域の確保に成功した。その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁と共に破壊された。巨人の侵入を許した人類はウォール・マリアを放棄、その活動領域をウォール・ローゼまで後退させた。シガンシナクに暮らしていたアルミン・アルレルとミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全てを奪われた彼は、避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める。鎧の巨人への復讐を果たし、故郷を取り戻す。その思いを遂げるため、彼は第104期訓練兵団への入団を決めた。おい、貴様！はっ！貴様は何者だ？シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです！そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか？祖父が
がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろを向け。貴様は何者だ。トロスト区出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか。貴様は何者だ。そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。ほう、せいぜい頑張るといい。ただし、貴様の死体が分かるように目印をつけておけ。第104期訓練兵団、よく聞いておけ。今の貴様らは、せいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う。出来の悪い奴は今からでも開拓地に移ってもらう。すぐに準備にかかれ。104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団。特に内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが、志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった。彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いた。ついに解散式の夜を迎え、彼は同期たちと共に訓練成績の発表を待つ。ではこれより成績上位10名を発表する。呼ばれた者は前に出ろ。10番クリスタレンズ、9番サシャブラウス、8番コニー・スプリンガー、7番マルコ・ボット、6番ジャン・キルシュタイン、5番エレン・イエーガー、4番アニ・レオンハート、3番ベルトルト・フーバー、2番ライナー・ブラウン、主席ミカサ・カーマン。以上10名。ただしこれはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。成績上位に入らなかったものもよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日、配属陛下を問う。
これにて第104期訓練兵団解散式を終える。以上。人類の活動領域を囲む壁には突出する半円形の区画が4箇所ずつ設けられている。この区画に人口を集めることで巨人の標的を絞り守備兵力を集約するためだ。そのうちの一つがウォールローゼ南方に位置するトロスト区である。トロスト区には駐屯兵団本部が存在し、訓練兵は正式配属までの期間駐屯兵団と共に様々な任務に当たることになっていた。成績上位10名の中に彼の名前はなかったが、もとより彼が志していたのは調査兵団だった。あの日からの5年間抱き続けた思いを遂げるためである。そんな彼もまた104期の同期たちと共にトロスト区での任務に励んでいた。は？調査兵団にするって？コーニー、お前8番だろ。前は憲兵団に入るって。エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ。俺は自分で決めたんだよ。そう照れるなよ、お前だけじゃない。皆さん、上官の食糧庫からお肉取ってきました。は？怒られるだけじゃ済まねえだろ。バレたら独房にぶち込まれるぞ。大丈夫ですよ、後で皆さんで分けましょう。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉食う。私も食べるから取っといてよ。さあ作業に戻ろう。ああそうだ、コニーたちはああ言ってたけど、お前はどの陛下を志望するんだ？そうか、お前もか。一緒に頑張ろうな。あの日お前もいたんだろ、志願しなくに。お互い目的を果たせるといいな。二人とも早く作業に戻らないと上官にバレちまうぞ。ああ、今行く。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。以上巨人を町に侵入させてたまるか。
この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。やった、訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。気を使って手当てしろ。相手は巨人なんだぞ。気をつけろよ。次から次へと入ってきやがって、一匹残らず駆逐してやる。大丈夫か。こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。さあ俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか。無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、目標壁界正面超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。やるぞ。巨人が警戒してるみたい。奴の向きに注意して。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。討伐完了。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください、巨人が近づいてきます。あの巨人、さっきのより強そうだぞ。みんな、注意して。始末してやる。奴の様子を見て、一気に背後に回るんだ。動きだったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。鎧取った。
超大型巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。前衛を駐屯兵団の迎撃班、中衛を支援班が率いる訓練兵団、後衛を駐屯兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。ウォール・ローゼの死守のため、みんな心して命を捧げよう。解散。はっ。エレン、戦闘が混乱してきたら私のところに。アッカーマン訓練兵、お前は精鋭班の後衛部隊に入れ。しかし私の腕では足手まといに。ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でも頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ、俺はこんなところで死んでられないんだ。俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。おいお前、もう一回言ってみろよ。バカと一緒でついてないって言ったんだよ、私は。なんだと。もう今は喧嘩してる場合じゃないよ。あ、いいところに。聞いてよ、ユミルとコニーったら。はいはい、分かった分かった。私のクリスタに免じて今回は仲良くやってやるよ。ああ、こんな時にいがみ合ってもな。とにかく一緒に頑張ろう。お前らくれぐれも私とクリスタの足を引っ張るなよ。ちゃ、口の減らねえやつだ。行こうぜ。俺たちの任務は中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。ユミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。片付けよう。よっと、こんなもんか。ほっ、ほっせ。あっ、始末してやる。よっと、やるよ。だっ、どうだ。相手になるよ。討伐完了。よっと、よっと、始末してやる。相手になるよ。
来てくれりゃいい。仕方ねえな。行くよ。見えたか？えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなに。やるしかねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。私もみんなの役に立つ。終わりだな。次だ。な。このバカより100倍マシだな。おい、誰のことだよ。あの縁談、救援要請だよな。おい、助けに行くぞ。ほっとけよ。じゃあ私らの持ち場じゃねえだろ。でも私は行く。見捨てていい理由なんてないよ。やるよ。ありがとう。助かった。くそ。何かあったらその縁談で知らせてくれ。その時は君の援護に向かう。助かります。これを使えば拠点を設営してくれて補給も受けられるんですよね。拠点を作ってくれ。拠点は頼んだ。頑張らなきゃ。私もみんなの役に立ちたい。
ねえだろ。始末してやる。お前ら無事だったか。みんな話は後だ。巨人が近づいてきてる。よしやるぞ。私だってやってやるんだから。討伐完了。この辺りもはいなくなったぜ。行こうエレン、僕たちの持ち場はこの先だ。お前らまた後でな。よし、俺が討伐するトップだ。あ、エレン気をつけてね。そろそろガスが心配だな。一度本部に戻って補給しようぜ。相手になるよ。助けに行かなきゃダメか。よっと。動けねえやつはほっとけ。とっとと補給するぞ。始末してやる。そう、俺はもう死ぬから。
誰か救援を頼む。助かったぞ。感謝する訓練兵。俺は砲台を起動し援護に回る。あ、やるよ。討伐完了。始末してやる。片付けよう。補給は済まったな。よし、ここから離れるぞ。待って、巨人がいつもこっちに近づいてきてる。ほっとくわけにはいかねえな。ここで仕留めるぞ。あ、無理すんなよ。その巨人、他のやつよりヤバそうだ。なるよ。
ことなかったわ。もういいだろ、撤退しちまおうぜ。わー、なんだ、エレンたちが向かった方からだ。急ぐぞ。精鋭部隊は総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。機関車！何しやがる！待ってくれ！よきも通らせろ！やめて、はっきりやめてください。教えてくれたから、俺は外の世界へ。